ご列席の皆様、日 ASEAN 友好協力50周年特別首脳会議を明日に控え、こうして皆様をお迎えできますこと、大変光栄に思っております。ASEAN アアの皆様方は、多様性の中で一体性を大切にし、大きく成長し、共同体を構築し、 そしてインド太平洋に関する独自のビジョンを作成され推進してこられました私はこうした努力に対して心から敬意を表し申し上げたいと思いますし併せてこの ASEAN の歴史に日本がアジアの一員として寄り添うことができたことこの幸運を心から 嬉しく思っております私は11年前に日本の外務大臣に就任して今日まで延べ32回 ASEAN 各国を訪問してきましたそして50年前から紆余曲折を経ながら互いに高み合ってきた先人のこうした積み重ねに感謝をしそして このそのたまもである今日の密接な関係を肌に感じてきました本日はその礎を土台として次の50年に向けた新たなステージに進化させるべく3つの点について具体的なアクションを示したいと思います1つは 日本と ASEAN の関係の核心は、何と言ってもお互いの信頼です。その信頼を裏打ちするのは、苦難な時も、一貫して共に歩んできた歴史の重みだと思います。こうした心と心のつながり、これを次の世代にしっかりとつなげていきたいと思っています。 そしてそのため、今後10年間で、この1000万人以上が受益する包括的な人的交流プログラム、次世代競争パートナーシップを新たに立ち上げ、また、若いビジネスリーダーなどの双方向の交流、これをさらに推進していきたいと思っています。そして2つ目は 一か国では解決困難なこの複合的危機の時代において日本と ASEAN アアが互いにその強みを持ち寄り強固な信頼関係の下で解決策を見出すお互いの活力を相互に還流させてさらなる活力を生む強い経済をつくり 幅広い中間層が夢をつかめる、こうした社会、さらには経済、これを競争するパートナーとして、共に成長したいと思います。そのために、連結性の強化、また、アジアゼロエミッション構想を含む気候変動対策、さらには中小企業、スタートアップ支援を重点に置く、 官民の連携こうした取り組みを進めてまいりますオファー型協力などの ODA の新しい取り組みも活用して民間の投資を一層後押ししていきたいと思いますそしてアセアンが世界の中心的な自動車生産そして輸出ハブであり続けるための戦略 を協力して策定実施する日アセアン次世代自動車産業競争イニシアティブこれを立ち上げますそして三つ目として日本とアセアンが変わらず追い求めてきたものこれは平和と繁栄ですより良い経済社会が競争され広がることで法の支配に基づく 自由で開かれた国際秩序がより確固たるものとなります。インド太平洋地域の平和と繁栄、そして人間の尊厳が守られる世界を共につくってまいりましょう。そのために、広島アクションプランに基づく核軍縮不拡散、また法制度整備支援を含む司法分野の 協力また、女性、平和、安全保障、サイバーセキュリティ、また、防衛交流、協力、また、政府安全保障能力強化支援、こうした取り組みを進めていきたいと思っています。私は、こうした確信を持って、明日の会議に臨みたいと思います。ぜひ、ここに集まった友人同士 後世に残る未来のビジョンをこの世の中に示してまいりましょうそして堅い話はここまでといたしまして今日これからぜひおいしい料理を味わっていただきそして楽しいひとときをお過ごしいただきたいと思いますそれでは皆様方の健康そしてご多幸日本と ASEAN ア のこの友情が未来に向けてさらに発展することを記念して杯を挙げたいと思います。どうぞグラスをお取りください。いいね、はい、それでは乾杯、はい。はい、ありがとうございました。 それでは皆様、時間の流出限りお楽しみください。ありがとうございました。